精神ウルスラ学園総名中学校、精神ウルスラ学園高等学校は、宮崎県の岡市緑ヶ丘三3丁目に所在し、中高一貫教育を提供する、私立中学校、高等学校。高等学校において、中学校から入学した内部進学の生徒と、高等学校から入学した外部進学の生徒との間では3年間クラスを、 別々に編成する併設型中高一貫校でもある。カトリック系キリスト教主義学校。創立以来女子校であったが2002年度より教学校となる。精神ウルスラ学園の名称に使われているウルスラ、精神という言葉は、西欧における聖ウルスラ数形の長い歴史が背景にある。イタリア・ローマに本拠を持つ精神のウルスラ宣教女修道会は、 16世紀にパルマ市において貧しい少女の生活と教育を支援するためのキリスト教的な事前活動を行っていたヨハネバイラの活動に演言する。精神のウルスラ宣教女修道会は1575年に創立され女子学生の守護聖人としても知られる諸女巡教者聖ウルスラを保護者としてその使徒的ありようを理想として青木修道活動を400年に 渡って行ってきた。創設当初より、イエズス会と密接な関係を持ち、セイグナキウスデロヨラの霊的精神の影響のもとにあった。修道会は極東に活動を展開させ、中国にも支部を置いたが、1952年2月、イタリアの修道女4名が中国より追放され、結果的に日本に訪れ、ここに日本にも 修道会の基礎が置かれることとなった。活動拠点は福岡市に置かれ、さらに宮崎県延岡市に学校法人精神、ウルスラ学園を設立し、1955年2月に学園の前身となるカトリック学園を開校した。福岡市に本部修道院を置く精神のウルスラ宣教女修道会は学校法人精神、ウルスラ学園を通じて、 精神ウルスラ学園総名中学校及び精神、ウルスラ学園高等学校と並んで、精神ウルスラ学園短期大学、精神ウルスラ学園附属幼稚園、精神ウルスラ幼稚園等も運営している。精神のウルスラ宣教女修道会は、日本以外にも、中国、フィリピン、オーストラリア、台湾にも、支部修道院を備え、宣教活動と教育活動を行っている。 よくある質問精神、ウルスラ学園高等学校の受験に関することのうち、急葬名中の高等部を受験することができますかの問いに対して、一般中学校からは葬名中学校高等部に進学できない旨を回答している。クラーク初部位、ワクワク名称佐々木監督、北北海道日刊スポーツ、2016年7月22日、夕刊デイリーウェブヘッドラインの 看護科を新設精神ウルスラ高校による。精神、ウルスラ、カタカナ公明初勝利、アメトーーク出られるかも。スポーツ放置。https、WW、w w w h o c h o j p ベースボール、hs、2017万810オット 1t5 万 295html2018 年7月4日閲覧。 精神のうるすら選挙女修道会修道院の歩み、ありがとうございます。